箱館戦争中の松平貞明高須四、兄弟左から貞明、片森、茂栄、吉勝松平貞明は、江戸時代後期の大名、伊勢国桑名藩主、京都諸市大、達綱京九将松平家十三代、兄に、尾張藩主、徳川義勝、一橋家当主、徳川茂栄、へ、津藩主、松平片森などがいる。 いわゆる、高須四兄弟の末弟である。高下三年十二月二日、美濃国高須藩主、松平義立の八男として、江戸市ヶ谷の江戸藩邸で誕生。安政六年に、桑名藩主、松平貞道が死去すると、長男、万之助が三歳と幼少、かつ、少福の諸子であったため、十四歳で貞道の性質の間に設けた娘、初姫の婿養子として迎えられ、 藩主となり、十五位した、腰中守に除任される。文久三年の十四代将軍、徳川家持の上落の際には、京都警護を務めるために随行する。現時元年に、京都諸子大に任命され、京都守護職の実刑松平片森、朝廷から新設の金利五種へ総得、石灰防御式に任命された元将軍後見職の、一橋徳川家当主。 徳川義信と連携し、幕府から半ば独立して、朝廷を援護する勢力を形成する。同年の金門の兵では、合津藩と共に、長州藩兵を撃退し、三戸天狗党の乱でも出兵している。神を総発にし、様相で馬に乗りと王子をか歩した。慶応四年に、蕎麦、伏見の戦いが起こり母親戦争が始まると、義信に従い江戸の礼儀は寺にて謹慎した。 江戸城では高専派と強順派が争い、大久保一応と、勝海舟により強順工作が進められていた。さらに、桑名藩は、合図と並んで、新政府からは敵視されており、国元では新政府軍が押し寄せてくる懸念から、先代当主の維持、万之助を担いで強順することを過労たちが決めていた。そのため、徹底抗戦派と見られていた、佐田明の帰国は、困難な状況となった。 貞川は一応から、桑名藩の飛び治療である、越後国柏崎へ赴くことを勧められ、横浜から、プロイ戦線、コスタリカ号で柏崎へ渡る。原波戦争では、後方連絡の都合から指揮を家臣に任せて、柏崎から合津へ移動した。その後は、合津若松城で、兄の片森と再会し、仙台から江ノムと竹の艦隊で、函館へ渡った。この頃、 一式道太郎と名乗っていた。箱館戦争終結前の明治2年4月、従者と共にアメリカ戦に乗り、横浜を経て、上海へ渡るも、ロギンがなくなったため外国への逃亡を断念して、同年5月18日には横浜へ戻り降伏し、明治5年1月6日に謝免される。同年2月に、いい名付けのウイゴと結婚した。同年3月、明治政府に対し、 平民になることを願い出たものの、認められなかった。同年11月、明治政府から欧米視察の許可を得る。明治6年4月、病気のために海外視察の中止を申請する。明治6年にアメリカ人選挙師サミュエル・ロビンス・ブラウンが横浜市中京立州分館を設立すると、サダキは、養子の提供と家臣の小前厚くら数名を連れて入学し、 ブラウンに英語を学ぶ。しかし、すぐにブラウンは共同経営者の河村慶三と、トラブルがあり辞任することになる。佐田明ら教え子はブラウンに私塾を開くよう進め、ブラウンは、佐田明、小前井扱と、元合津藩士、イブカカジノスケラの尽力により、ブラウン塾を開校する。開校時の塾生は、佐田明の家臣と、イブから十人前後だけだったが、その後、押川正義。 上村正久らが加わり20人以上になった。その中で、佐田明と提供は明治7年11月に、駒谷塚区は12月に渡米した。明治10年に起こった西南戦争には、旧桑名藩士を率いて遠征した。明治41年7月21日に61歳で死去。日付イコール明治5年までは、旧暦大日本近世資料、留英部人。 小玉幸太監修、内閣文庫像、初行年表東京堂出版、京都書次第、松平貞明幕末の桑名藩桑名市博物館2008年発行、松平貞明のすべて、新人物往来者1998年、発行など、テレビドラマ、ありがとうございます。